ウォルター・デービス・ジュニアは、アメリカ合衆国のハードバップジャズのピアニスト、バージニア州リッチモンドに生まれた。10代で、バブス・ゴンザレスとそのグループ、スリー・ビップス・アバップと共演した。1950年代には、メルバ・リストンや、マックス・ローチと録音し、またチャーリー・パーカーや、リジー・ガレスピー、ローチと共演した。1958年に、アート・ブレイキーのジャズ・メセンジャーズに、 ピアニスト兼作曲家、編曲者として入団するという夢を叶えて間もなく、ドナルド・バードとの共演で、パリのルシャキ・ペシュにおいて大々的な公演を行い、大成功を収めた。1960年代に、楽団から引退して、裁縫師として働いた後、1970年代に、楽団に復帰して、ソニー・ロリンズや、ジャズ・メッセンジャーズと共演した。ケニー・クラークや、ソニー・クリス、 ジャッキー・マクリーン、ピエール・ミシュロ、アーチー・シェプラ、その他体制のジャズミュージシャンとの共演で録音も行った。デイビスはバド・パウエル作品の優れた解釈で知られるが、セロニアス・モンクの天才的な楽曲やピアノ様式を取り入れたアルバムも録音している。ピアニストとしての録音のうち今なお流通しているものは数少ないものの定期的に再評価される傾向にあり、 驚くほど独創的かつ実験的で野心的な楽曲は長らく忘れられずに来た。そのいくつかはアートブレイキーズジャズメッセンジャーズのアルバムに収録されている。スコーピオライジングやバックギャモン、ユーラナス、ジプシー・ホークテイルズ、ジョーディ、ロニー・イズ・ア・ダイナマイト・レイディなどの新鮮で進歩的な作品は境界戦法のパターンや数々のリズムの変化、さらに オペラのありあわりに大きな光を描く内西部の旋律線と伝統的な火星報道を組み合わせたものである。1987年から1988年まで放映された CBS テレビのコメディ番組フランクスプレイスに脇役のピアニストとして出演した。クリーント・イーストウッドが監督した映画バードではサウンドトラック用の楽曲を提供している。 1990年6月にニューヨークにおいて肝臓病と腎臓病の合併症のために他界した57歳であった4人の娘のうちアラナ・デイビスはシンガーソングライターとして活躍しているゴールドシャーアランハード・バップ・アカデミー雑誌デメン・オブ・アート・ブレイキーザ・ジャズ・メッセンジャーズ P94 ミルウォーキー ハルレナード ISBN0634037935 ありがとうございます。